ヒカルさん休むんだ。へー。あ、休むんだ。動画投稿。へー。なんかラファエルさんも休みたいんですよ。やっぱみんな毎日動画投稿するのやっぱ無理になってきましたね。あの、もっと言うとね、おそらくなんですけど、僕の予想なんですけど、なんか毎日投稿するのやめますみたいな YouTuber、増えてるじゃないですか。普通にね、続けるのって超絶大変なんですよ。ちょっと頭おかしくないと続けられないんです。あとはちゃんと自分で怠けられるかってところは大事で、僕怠けるのは超得意なんで、だからほら、いろいろ僕やり方変えるじゃないですか。僕ね、一番効率よくて、一番楽な方法探してるんですよ。だから質疑応答も、やってみると、僕毎日やるとね、僕ね、無感情でできるっていう特性があって、あと時間守らなきゃよかったら、いくらでもできる特徴があって、毎日質疑応答やってるけど、全然苦じゃないんですよ。これ呼吸してるのに僕質疑応答してる方が楽なんですよ。なんでかっていうと、ただぼんやり呼吸するのって、僕何か集中してる時って一番幸せになれるんですよね。僕じゃなくて人間みんなそうなんですけど、その集中を皆さんが提供してくれるので、これ全然呼吸してるようなレベルで、むしろ呼吸してるより楽なんですよ。ぐらいな感じでやってるんで、僕超楽なんです。編集は、もう超嫌いなんで、僕本当に嫌なことやってないので全然無限に続けられるんですよ。1日この生放送3回やれって言われたら全然できるぐらい、はい、できるんですけど、まあ、今 YouTuber の皆さんはそうじゃないでしょうからね、大変ですよね。あとはなんか子さんの YouTuber とか今 YouTube をやる人たちが多くなっちゃって、広告のさ取り合いっていうか分散化が起きてるわけですよ。新参者とか新しく入ってきた人のところに、まあ、いわゆるこう広告が行っちゃったりはするから、だから僕の予想ね、ヒカルさんはすごい人かもしれないからわからないけれども、ラファエルさんとかもすごい人だと思うんでわからないんだけれども、一般的に昔からずっと投稿してた YouTuber が多分そんなに稼げないし、再生回数も取れなくなっていて、故に毎日投稿する意味がなくなっちゃったんじゃないかなって僕は思ってます。モチベーション低下だと思うんですよ。だってさ、冷静に考えて、どんなにきつくても、1日サボって損害が200万とか出るんだったらやるじゃん。さすがに。でもそうじゃないんですよね、多分ね。うん。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。